と時間遅くなっちゃいましたけども、金曜日の配信会始めたいと思います。よろしくお願いいたします。もうそろそろ、そのまま地域の本が始まりますので、あと少しですね、プラジアの方をお送りいたします。よろしくお願いいたします。もしもお願いします。Thank you.
さん。聞こえます？はいはい、第54回月の細道、唐突ながら始めたいと思います。1人1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12人、今日は10人ですね。今日はほぼ、第1試合が、ほぼ山本さんと、もつさんから始まりたいと思います。さあ、今さっきの試合、やって今ゲームオーバーになってから、試合が始まります。聞こえます？第54回、影響あるプレミアムフライデーとはと言われる式の初日、プレミアムフライデーなの？よくわかんないの。じゃあ、ある意味今日の四季の細道はペーパービューに近い、放送ですね。第54回、四季の細道、始まりたいと思います。パチ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 、ありがとうございます。今日は 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12人、エコアル12人の、プレイヤーが、揃っております。さあ、第1試合、ほぼ山本さん 1P 側で、2P 側もつさんになります。山本さんは今日は、1回目1周目、竜ですね。もつさんは、ブランカーとなります。さあ、さあ始まります。解説、はいはい、感じで、ブランカーと竜だともうしゃがみ中パンチ、そうですね、竜がしゃがんで待ちまくると、そうですよね。しかし山本さん飛びますね。めちゃくちゃ飛ぶ飛ぶ、勝利怖い、見てて怖い。さあ、先ほど2試合めちゃくちゃやってましたね。ああ、意味うまいですね。という固く、台足が当たらないですね。シャガチュー振って、あと上だけ注意みたいな、スケート、あとあれですね、ステップからの噛みつきだけ注意して、竜側が飛ぶ必要はほとんどないですね。2攻めぐらいですかね。2攻めは遠くから波動拳でいい気がする。大きなりに中ボス怖い、あんなの俺やれない、無理。でも自分のスタイル貫き通してる感じですね。すごい、付け焼き場で八竜をやろうとしてもなかなかうまくいかないかもしれないので、自分のリズムで戦った方が、山本さんのチュンリーの動きっぽい、この暴れ的なすごい、動きというか、中パンチで牽制して、ああ飛び蹴り、上り蹴りから投げ、やっていくスタイルですね。噛みつき、さあここからどうする？もちさんが勝ちました。さあ次はエクスパーさん、さあもちさんが一人抜きです。さあ、次はエクスパーさんの、竜ですね。最初、ね、はい、のオレンジの竜、さあエクスパーさんも割と動く方の竜ですけど、まず次はちゃんと使います。神々という感じですけど、竜たつまきの方をね、怖い、打ちたいから打っていいな。ああ今のうまいですね。少しロッサンもちゃんと 見ながら牽制して、ああいい、この
ですね、何気ない小足が、あれですね、ちょっとかかりますね。あ、ダサっぽい。あー、シンク、全然見えなかった。全然こういう気づかないよ。エクスパーさんが両方手をつきますね。超びっくりのポーズを決めている。さあ、2本目。さあ、かみつけ、かみつけ、かみつけ。さあ、いけく。シンケイ、さあ、シュリケン。ガードして噛みつく。下を通してしまうと下段開いてしまうので、ここに大波動。ああ、私には当たる。これがエクスパス重いですね。さあ、さらに騙しか当たりに行く。どう、いやいや、噛みつかないな。最後は中パンチ。さあ、今度はエクスパスさんが崩しまして、次が、まきりさん、まきりさん、まきりさんですね。初参加じゃないですか。そうですね。バーサスで、出ておられます。なんとデイトナシキ多分初めての、初めてですね、海外勢バーサス海外勢、はい、はい、ですね。まきりさんが一人目龍だったんですけど、間違って剣選んだんで、今剣をエントリー間違いなんで、ね、剣を今殺してから、そのあとに竜でエントリーしたので、うん、華麗なるエクスパーのコンボをまず投げ、さあゲージをためためて、最後少しはシャドウをシンク一発目でデュール、先を取り直して。エクスパーさんはあれですよね、ためスパコンゲージのための動きがもう特徴ですね。あー、そうですね、ですね。さあ、マキリさん、注目の初参戦、1周目竜ですね。メインキャラの剣だったと思うんですね、1周目竜で。さあ、エクスパーのファイヤーが当たって、うん、次がロードさん、ロードさんですね。さあ、さあ、ロードさんは1周目 S 下がってですね。ロードさんは最近ストツ HD を購入してかなりモリモリ対戦したんだと先ほど話聞いてたんで、ここで実戦が試される注目の試合ですね。S 下がって始めたのに HD 買っちゃったっていうのはなんかね、練習にならない感じが。練習にならない。
米用でとゲーセンで使い勝手が違うって、ねはい、HD 結構両使いが多いんで使い勝手が多いんですけど、はい、エクスパンさんも結構そんなに強いんでどうなるか見てました。あ、ここの上げですね。エスから距離がないんで楽しいですね。難しいですね、1本目。さあ、ロケさん頑張ってほしい。さあ、ファイヤーさあ、ファイヤーファイヤーと飛んで最後に逃がさない感じですね。これができると、さあ、あ、投げたんです。これ読み、頑張れ。追いつかれてます。バスケ厳しい。あ、よく当てた。最後だけ通してしまった。今のは素晴らしい。ダノエクスパー。さあ、ここで次はウネさんですね。ウネさんからするとちょっと良かったんじゃないですかね。サガットとやるよりは、いやでもロードさん言うといい動きでしたね。なんか HD やる前と今は全然動きが違う感じがしました。ディスカッションさんどうでした。素晴らしいコメントだよね。さあ、ウネさんのガイルと、あーウネさんマイスね。ウガケン、さあ、壁から出られない。無理やり壁から離れたが、体力があまりにも多すぎる。あの体力を維持したままもう一回ゲージを貯めればあるいはといったくらいか。あ、うまいですね。最後の体力が。さあ、シンク渡たい。あ、ダブルスも素晴らしい。さあ盛り上がってまいりました。ロッカーでもダブルサマーガードできないですからね。さあ、投げる。さあ、体力を投げているのはガイルの方ですが、じっくりしたスタイル。まだ飛ばないですね。体力4割減ってますが、ここで飛んだ。素晴らしい。ドンピシャー。スローかかったのにちゃんとどんどん入りましたね。パンチから入ったのに寄らなかったんですが、バキハテうまいですね。さあ、1まだ分かんない。最後はウラケン。ウラケン素晴らしい。さあ、ウネさんが一人抜きで、ここで、次が、スローテープさんですね。スローテープさん確か1周目が、竜だったと思うんですけど、さあ、さあ、ウネさんのガイルにスローさんの竜ですね。はい、こんばん。この色はもうあれですよね。この色デイトロシックの竜使い多いですね。多いですよね。本当に。うん、ほとんどこの色ですからね。だって俺この色なんだろう、昔やったことでたまたまいなかったからなって。あ、そうなんですか。僕もそうなんですよ。で、スローさんなんですから、どっちかというと個人的にはスローさんのイメージが強いんで。あー、僕スローさんを知らなかったんで、この色を使ったんですけど、しかしウネさんのこの、なんていうんですかね、足をあんまり出さずにちゃんと待つことがあって、そうですね、っていう裏剣とかをさっき当てた試合とか、この堅実なこの待つところでこうやって飛んでやることすごい素晴らしいですね。反応も早いですしね、やっぱり投げる。さすがのセルトシャフ。当てたい。ああ、ダブルでもらっちゃった。ダブサマ入ってしまいました。次が俺ですね。次はタストさんですね。じゃあ頑張っていきます、はい、お願いします。
トビのつもりだったのに。お疲れ様でした。アントビー失敗してましたね。でもなんか地面にいたからなんか動いちゃったのかな。あ、ボタン押してたかもしれないですね。そうなのよ。さあ気を取り直して、お、達夫さんが俺の仇を撃たんとばかりに緑色の竜で。そうですね。みんなこの色なんで誰か分かりにくいですよね。結構多いですかね、緑色は。はい。エーボンさんとかサブキャラ使っても全部緑色にするんですよね。あ、そうなんですか。緑色が好きらしい。俺も割と緑色選ぶんですよ。さあ出る持ち返せるか。投げた。ちょっと遠かったように見えたんですけどね。そうですね。巻き進行すと上下へ。スネさん、あのなんか本当に踏み込んでからジャンプですね。はい、ムーブメントがあれちょっと厳しいですよね。反応しきれない時ありますよね。諦めるだけじゃなくて立ち回りからも。おっと、真空で続きました。あれ、ちょっと待ってくださいね。はい、続きまして川島さんの DJ。やってしまう。波動を飛ばれてしまった。この戦い竜有利とはいうもののかなり厳しいですからね。竜もね、波動のあれにかかってますね。が強いとかいまいち僕分かんないんですよ、ね。あ、これ竜有利なんですよ。って言うけど、なんかでもほら、なんか自分で竜やるとあの DJ のジャンプダイクが、そうなんですよ。こういう風にあっさりと飛ばれちゃうとか、ね、そうなんです。で、川島さんが勝利で、続いてスーさん、クレジットですね。自分が使うと両方とも弱いみたいなのが一番何言っていいか分かんないですよね。そうですね。さあ、さらにこれが S 流になると何がどうなのかよく分からない。でも完全流ですよ、これ。完全流、完全流です。ただちょっとポイントがありまして。ポイントが、あの波動の打ち方なんですよ、結局は。はい、要はどんなにエアスラッシュが速くても波動には勝てないよ、回転はっていうところで押していくしかないです。なるほど。お、悲鳴が、ほら早いよと、悲鳴が早いよと、早い、安い、うまい。飛びが通るような場合で戦わない方がいいんですね、きっとね。そういうことです、そういうことです。もう飛びが通る前はもう昇竜待ちでいいんです。上り蹴り、強いロケティア。そうなんですよ、飛びが通るとこうなっちゃうんで。ただあれも遠距離だと一発で終わるんですよね、実は。終わるんですが、まあそこそこ痛い。逆に竜側もこういう立ち回りしてるってことはそんなに大きなダメージ取れてないということなので、うんうん、そうですね。波動で削った分が一発で簡単に取り戻されちゃうんで。そうなんですよ。どこかでこう昇竜を行きたいところなんですよ。 DJ のいいところはあれですね、判定がちっちゃいから昇竜が根元で上がりにくくて、昇竜もらってもちょっと安いっていう。そうなんですよね。いかにだから大昇竜で行くかってところですよ。根元じゃないからあんま痛くない。DJ も結構、おっと、おお、まさかの立ちアッパー対空からの着地投げ、ね、あえてダウンさせない技で対空してみたいなのありますね。2度おいしい感じでした ね。
ちょっと動きが違うんですけど、この間の海外でマニケンさんの動きがちょっと、膝じゃなくて、はいはい、投げにして、あえて投げで受け身取ってるんだけど、また投げちゃう。そうですね、そのまま叩きかける、まあ、ダウンしたりするとその間に次どうするかって考える時間ができたりするので、そうですね、それを逆にさせない的な。おっと長い足が上がって、スーさんが敗北で次ヒカルさんですね。ヒカルさんも竜と竜続きますね。はい、竜多いですね。竜続きますね。1キャラ目ちょっと自分も今日1キャラ目竜にしちゃったんで、1周目残機だったな。こんな竜いるんだったら。そうですね、僕も1周目は2周目竜にしたかったですね。怖いぞ。ガード危ない危ない。おっと釣り話し危なかったですね。謎のムーブメント。さあ台形前、 DJ は台形前で見てから止めたりするのが。そうなんですよね、見てから間に合うんで。ではもうその前届かないですからね、通常は。そうですね、中側は遠くで球打ち合うこと、ゲージが溜まったらそれを確認できな。さあ上げられる。続きまして、あ、小野さん、上位陣がエクスパさんじゃないですかね。で続いて友田さんも竜、竜多いですね。1キャラ目ダルシム出てたら 1周目はもう余裕だった気がするんですけど。お、中盤で置き攻め。残り0ドット、ジャックが。なんかあのジャンプ台キックは鍵みたいですね。そうなんですよね、届くんですよ。さあレッド付き合わずに、相打ち取って、うん、わしんが知っている。裏落ち竜巻、マシンガンちゃんと落としてましたからね。さあ真空使ってサコって台足、さあスライク惜しかった、壁で殺しきれなかった。続いてグチさん、あれ、グッチさんも、グッチさんも竜ですか。あ、いや、バイソン、メインキャラが竜なので2周目が竜らしいですね。あ、なるほどなるほど。バイソン DJ、これいい戦いですよね。らしいですね、なんかバイソンガンの研究が進んで近年ではもうかなりいけてる感じに。さあ見てる、さあ目まぐるしく左右が入れ替わって削れない。あっとクレイジー、愛に削りに行くと多分あのそうカーニバル全弾ヒットなので落ち着いて削
れるところで削りに行きましたね。とただゲージは圧倒的バイソンの方がたまるのが早い。やりたい放題、好きなことしてますね。あっとで続いて、お山本さんですね。さあここから2周目ですね。山本さんの2周目のキャラはチュンリー。さあバリア張って、さあクレイジー刺さっちゃう、ナンパ当たっちゃう。さあテンション切り返す、ワンチャンあるか、背中から投げて最後はヘッド。気候で追っ払う、チューチュー。さあ気候で入ってるピオリーシか。さあピオッタがちょっと遠かった、そして安かった。さあ踏みつけ、勝負をタイントリーファインに戻す。下段キャッパ、背中もヘッドで落として、下段クレイジー入って、勝ったのはグッチ。ちょっとぶっ放し進みましたね。続いてモツさん、ブランカ。これ圧倒的ブランカ振りなんですよね、確か。頑張ってもらいたい、もうそれしかないですからね、勝つにはとにかく噛んでいく、とにかく噛んでいく、それしかない。やめろと、グッズさんがやめろと言っているが、まだグッズさんの方が余裕あるんじゃないか。ページもある、と芋掘り埋めていく、密着なんで一応噛み返しのチャンスが、そうですね、噛めた可能性がありますね、可能性が。ただブランカー紙ボタン一つなんで厳しいですよね。連打しすぎると電撃になっちゃうし、なんとか崩していくしかない。寄ってしまった、しかしリカバリー、お、スライディングがあった、あるのか、あるのか。おっと電撃がありましたね。しめしめと、しかし3ラウンド目はそうはいかない。やっぱりグッチブランカ、あー グッチバイソン、失礼しました。続いて最後の破天荒さんが突然現れた謎のファイターが、謎のファイターじゃないですよね、そうですね、完全に破天荒さんです。どっからどう見ても破天荒さんですね。そうですね、まあまあ、ネット配信ストリームの場合見えないんですが、さあごちゃった、バイソン流これは厳しい。ゲージを先に持つしかないが、両者ゲージを持ってしまった。持っちゃうとね、真空よりもやっぱり真空も抜けれますからね、クレイジー。そうですね、
さあどうする、さあ割れたがお釣りがない。さあちょっと時間が、うん、残り3カウント間に合わなかった、まともにぶつかり合ったらダメですからねこれ。ですね、天狗さんも竜巻を使ったりしつつ、龍門がすごいな、ま、この試合見てると龍門投げキャラなんじゃないかと、まあ、ダメージ取る方法があんまりないので、ダメとか投げとかも入れないと。そうですね、もういや投げだけでやっていくぐらいじゃないと特にダメージ溜まっちゃうと波動が打てないんで、もう本当にダメージソースが、そうですね、削りもできないっていう。そうですね、歩いて投げに行くぐらいしかやることが。おっと見てからクレイジー、さあ使わせて昇竜で切ってる、昇竜出してたが、さあさすがのバイソンも、いや下手したらもう一回溜まるなこれ、危ない、残り10カウント、ためた、ためたが危ない、今出てたら、今の重ねは危ない、いや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 、今の勇気のファイヤー、さあおっナイス中骨、おっとファイヤー、しかし後ろで出ている、おっと3回目も当たってる、珍しいですね3発、今の2発で終わりに見えましたけどね、肩口の変な判定が式あった、しゃがみ大パンチ続いてマキリさんメインキャラ、やりました。さあグリーンの剣がマキリさんのメインキャラですね。さあ掴む、膝が入る、掴み返される、昇竜、昇竜膝めくり出すマキから膝、さあこの掴み合いは何なんだ、すごく膝で行きたいですよね、剣としては、ね、掴んでる間は安全ですけど、あっと最後は投げ、最後は投げてるのはあれ素晴らしいですね。そうですね、あの膝だと最悪抜けられることがあるので残る可能性がありますからね。そうですね、膝は0回あったかな、掴み技ってものによっては0回があるんですよね。そうですね、膝はないですよ確か。おっと、さあ完璧な立ち回り、さあワンちゃんこれから行った、おっと中足が刺さった。続いてロードさんですか、さあ今日は人数じゃないですね、ちょっとは連勝数も若干控えめですね。1位がまだ4勝なので、そうですね、意外ですね、カーシムさんの DJ の方が勝ってるんですね。そうですね、ただマキリさんの剣もかなりやる感じですが、ここで相手はロードさん S サガット、さあ対空上タイガー、見てから打っちゃった感じですね今の。さあおっと上げられてしまう、さあなんか 2P 側に行った途端ロードさんがぴょんぴょんし始めた、弾は打ってない、おっと思い出してる弾をぴょんぴょん、そうですね、エッサーが弾打たないとダメです、飛びを2回ガードした、おっとめくっていたが投げられてしまう、最後はゼロフレ投げ、さあこれ 1P2P で挙動が変わるタイプか、おっ 1P は玉打ちスタイル、
ちょっとコマンドのタイミング合ってないか。そうですね、タイガーが打ててないですね。さあ、アッパが巻き込まれる。おっと、地獄車レッパが勝つ。アッパはレッパに。レンダーが早い、ね、マキリさんはあれですね、サガットの飛び込みが届かないところから球を打ったりしてるので。そうですね、結構離れて打ってますね。そうですね、有権は近いの見てから蹴られるので。さあ、竜巻うまく使って、うまい、続いてエクスパ。さあ、再びおっ、この二人もね、チーム組んでましたから ね、 そうですね、この前の XS と、え、XR2 ですね、ダブルドラゴン。多分我々には分からない言語で罵り合ってるのと思いますが。そんな仲悪くない。あ、そうなんですか。仲いいですよ。なるほど、さあ、鮮やかな緑と鮮やかなオレンジ、いい色ですね。ですね、鮮やかですね。おっと、シンク合わせてしまう。しかも今ガッツポーズがついていた。まだ終わってないぞ。しかし残り0と。最後踏み込み波動、波動。大パンタイク。昇竜、昇竜でキック合わせない。がいい動き、素晴らしい。自分で開発したトレーニングマシンの成果か。そうですね、スパツ X 妖精トレーニングギブスつけてますからね。エクスパ勝利で、続いてセロテープさん。おっと、セロテープさん選ぶのは当然ザンギ。お互い頑張ってもらいたい。キャラ性能はゴムだ。はい、マカ大芝原エクスパー1本。ダブラリでじりじりいく。波動も浮かずに打てない。竜巻もダブラリで落としていく。おっと、安全重ねから真空ガード使わせた感じ。しかし勝利引っかかってしまう。おっと、竜巻で切っていく。うん、大足払い差し込んだ。おっと、最後はスクリュー入った。まず1本目はセロテープさん。今日は波動をダブラリで抜けれる日か。おっと、飛び込みうまい。飛び込みからスキルナイス。続いてウネさん。続いて、ワンピーがウネさんはガイル選ぶのは当然ガイル。ガイルザギ、これは厳しい。エクスパさんの竜を倒したセロテープさんだが、次がガエル。2回食らってしまう。ダブラリで詰めていくが、やはり鉄壁の要塞と言われたガエル。おっ、ダブ様、今度は安全重ねができた。はい、宇宙か。おっ、最後はスクリュー。今日はスクリュー出る日です。いや、でもシロさん、あれですよね、四季の遅い時の特に集中力が、そうですね、ここ最近すごいなと個人的に思うんですよね。あ、ここ一番のその逆転性が強いというか、そこがすごいな。
じりじりと前を離されていく。これは厳しい、これは厳しい。いいっすね、ウネさん。さっきちょっと文字合いだったんですけど、ウネさんもウネさんも、ね、はい、気合い入ってますね。そうですね、お互いのモチベーション高いですからね。あ、高め当てからのスクリュー、しかし離れてしまう。ダイヤシー、あ、最後は誘ったスクリューを、あ、次俺だ、続いて達成したんですね。あ、頑張るわ。お、移動が間違えた。なるほど。おっと、ダイクダブラリー出る。大昇竜、着地大昇竜はさすがに予想外。シンクを抜けた。誘った安全重ねからの、出させて落とすタイプですね。おー、前進からのジャンプ、あー、ピヨってしまう。ブレンバスター、うまい。続いてスーさん、2キャラ目スーさんは当然メインキャラのダルシム。これは近づけない戦いになりそうだ。これは外部戦よりきついんですかね、もしかしてザンギは。外足は入れれたが距離が縮めれない。全く懐に入れない。お、足の先を蹴った。あるのか。お、テレポを使ったが、いる場所を見られてしまった。やはり一発の集中力が、あ、ピヨってしまう。1、2、スクリューダウンまで持っていかなかった。続いてヒカルさんです。ヒカルさんは、お、逃げられも竜、最近竜流行ってるみたいですね。ヒカル君です。ダブラリで抜けていく。おっと、ストマック、着地安全河川からスクリュー。おーっと、地獄突きからパラキャンスクリューですかね。今一瞬空きましたね。おーっと、昇竜引っかかる。飛び、じりじりと距離を取られて端に追い詰められていく。
ひよってしまった。最後はスキル続いて友さん。と言いながら友さんはベガを選択。おっと、なんか入った。あ、スクリューを抜けた。お、オーバーを蹴っていく。あーっと、最後は投げ。ダブラリとカニの戦いみたいな形ですよね。できた。お、1回目も決まった。しかし離れてしまう。集団ダブルに当たってしまう。危ない、投げが効いた。素晴らしい蹴り。続いてカーシムさん。ここでなぜかカーシムさん2キャラ目はザンギー。意外とベガザンギー、ベガもきついと。ベガ相当きついと思いますよ。きつい、相当きついですか。まあ、先っぽ当てていくしかないですからね。立ち回り若干有利っぽいとかもあるんですが、殺しきるまでちょっといつ死ねるかわからないのが。そうっす、あーっとヘッドプレスで踏んでいく。そうですね、近寄られたらおしまいですからね、ベガとしては。その前に殺しきらないといけないという。転んだらザンギがミスするのを期待するぐらいしかやることがない。なるほど。ルビルリバーサーガード。あのミドルも優秀なようで、ダブラリ合わせられちゃうと。そうですよね。いった地獄。さあ、ちょっと飛び込みの跡が繋がってなかったか。スクリュー入った。しかし距離は離れてしまう。ジャンプで逃げれる。おっと、あ、受け身が取れてない。お、空中で落とした。ワンチャン。しかしあえてめくりには。おっと、ナイトメアある。上から。おー、上3回来ましたね。続いて、破天荒さんですね。あれ、そうですね、そうですね、グッチさんが勝ち進んでいたからってことですね。上に入れ忘れて。発展光さんは選ぶのは当然龍。さあ、カワシムに頑張ってほしい気持ちもあるんですが、カワシム勝っちゃうと残機残機で継承しなきゃいけないかもしれないので。さあ、カワシムの、ま、ダブラリの使い方がうまいですね。うん、破天荒さんも関西で随分ザンギでやってるらしいんですが。そうですね、ザンギ三重師とっていう話は聞いてますよ。
ダグラリの使い方がうまい。おっと、ダヤシを吸っていく。あっと、ビ竜巻垂直から3段。おお、ナイス3段。さあ、ピオリーチの状況で波動拳をダグラリで回るのは少し勇気がいるんですよね。なるほど、竜としても波動を打つのもだいぶ勇気いりますけどね。そうですね、でもまあピオリーチだったら打ってザンギが見せれば勝ちなんで。さあ、スカラセでダイヤシうまい。最後はグッチさん、グッチさん、たまにはメインキャラの今日は竜でエントリーしていた。そうですね、待っていたのは川渋のザンギエフ。うまいですね。さあ、竜巻、さっき見ましたね、これね。お、そうですね、竜巻で溶かした後、垂直から3段合ってるんですか。締めが違いましたね。さあ、川渋、あれ、これグッチさん勝ったらあれですね、続くわけですよね、3周目が。そうですね、グッチさんの連勝数を数えます。さあ、きついぞ。あー、最後は長州。パワーボンも通じない、うん、踏み込みも鋭い、間合い管理も、さあ、上も通らない。チュンリーですね。グッチさんの竜と、さあ、キャラ的には受けてる感じなんですが、さあ、球の打ち方が年季が近く、さあ、立ち受け体育、惜しい。今の差し込みはもしかしたらば、さあ、戦列も使ってしまう。さあ、着地真空、あそこは動いてしまう。昇竜拳めくりから3ヒット投げる、ピヨらない、ピヨらないが、さあ、ゼロドットはどうにもならなかった。さあ、今のでグッチさんが3勝目ですね。そうですね、やっぱ強いですね。いや、強かった。球の打ち方の年季が違う感じがありますね。そうですね。さあ、ブランカはこれ持ってたんですね。頑張ってもらいたい。さあ、相性的に厳しいがさ、おっと、惜しい。今グッチさんもブランカやってますからね、よく考えたら。着手を言う、真空使って対空真空か。さあ、でも分からないぞこれ。噛んだ、おっと、無理やり通した。さあ、やばい、3段入ってしまった。寄ったら試合終わってたかもしれないぐらいの、寄らなかったですね。命がけの飛び込みでしたが、さあ、おお、ダイス潰しいった。
あれ昔ゲーメンスを持ってたやつですね。カムーン、あっとまさかのというわけで決勝は私とカワシムですね。スロテープザンギ VS カワシム DJ と、さあ画面上はちょっとフェイロンに頑張ってもらってブランカーを倒してもらわないと。やっぱ川島の DJ 結構強いよ。結構負けてるよ俺。でも DJ ザンギは結構 DJ 有利なんじゃないですか。結構なんかいい勝負説が世の中では流れてるけど。あ、そうなんですか、うん、いや頑張ってもらいたいですねと言いながら、やっぱね、全世界ザンギの星と呼ばれたね、セロテープさんに頑張ってもらいたい。クレジットは大丈夫ですかね。はい、じゃあ3先で、はい、じゃあファイナルですね。決勝、HP 側セロテープさん、ザンゲフ、2P 側カーシムさん DJ と3先です。よろしくお願いします。はい、始まりました。おっと、安定失敗、わざとなのか。スクリューが入る。お、潰した、何かのリバーサルを潰した。みんなで、こうなってくると懺悔厳しい。画面端押し返していく。ラリを使うも、忍者はスライディングがあるので厳しい。上下が厳しい。お、バニッシュからスクリュー、まだ1本目、セロテープさん。続いて2本目、やっぱり DJ が攻めてる絵面になりますね。ただザンギは一発がある。あっと、カーニバル入ってしまう。中断、おっとスクリュー、お、死んだ。やはりザンギには一発がある。お、入る。距離は縮まっているが、やすやすとはうまくいかない。お、ジャンプからスクリュー、しかしジャックを食らってしまう。走ったが安は。膝を高めに当てていく。お、ダブルラリー。お、高めにボディプレスが入って、最後は紙、2本目もセロテープ。
利用が悪いと川島さんカラーチェンジ、はい、やはり色をチェンジしたカーシムさん強くなった、はい、お互い見てるとでもいい勝負な気がするんですけどね。バットで削っていく。おっとまたしてもダイエットからのスクリュー、うん、最強のジャンプジャックパンチ。お最後は XS とでも見たこの、うん、セロテープスクリューとでも言いましょうか。長田投げの一種だと説明はいただいておりますが、お、大足が長い。ザンギの大足が意外と長いぞ。機能している。おっとおっと上りボディだが投げられてしまう。3本目カーシム DJ。 お、椅子が悪い。おっとちょっとホワイトボードを書いている間にカーシム DJ が押していた。お残念ながら今日はもう決勝になってしまった。うん、やっぱザンギは硬い。大足が機能している。ジャックをダブルで潰していく。お、ストマック、最後はストマック。3、4本目はセロテープさん、優勝はセロテープさんです。おめでとうございます。一言お願いします。はい、なんか士気もレベルが下がったね。あ、すいません。まあなんかルール的にもね、たまにセロテープさんが優勝できるぐらいのルールならもういいかななんていう感じで、はい、なんか今若造が来てなんかやりたがってるけど、まあチャンピオンでやりたかったらまずここにいる全員倒してからね。俺と戦いたかったらまずここにいる全員倒してからね。もしくはあの CPU 戦で頑張って練習してその後俺と対戦しましょう。じゃあこの後の試合の方楽しんでてください。お疲れ様でした。
Tiger!
Thank you.
Fire!
Now
Thank you.
こんばんは。そうしましたら23時を超えましたので、まあ、いつも通りこの試合終了後そのまま配信の方を終了したいと思いますのでよろしくお願いいたします。また来週もまだ同じ時間で配信しますのでよろしくお願いいたします。ということで、ちょうどよく終わりましたので、配信はここで終了したいと思います。それでは皆様お疲れ様でした。また来週もよろしくお願いいたします。
では失礼いたします。